ジム・ジアンビル・ナイドハートは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州タンパ出身。1980年代半ばから1990年代にかけて WWF を主戦場にブレッド・ハートとのタッグチーム、ハートファウンデーションなどで活躍した。妻はスチュハートの長女エリー・ハート。娘は WWE 所属のナタリアことナッティ・ナイドハート。NFL のオークランド・レイダースやダラスカウボーイズに在籍した後、ハートファミリーの総帥スチュハートのトレーニングを受け、1979年にカナダカルガリーのスタンピードレスリングでデビュー。1981年10月には西ドイツのハノーバーに遠征し、スティーブ・ライト、ミレツルのパット・ローチ、エイドリアン・ストリート、ビッグ、ジョン・クイン、ムース・モロースキー、ザ・ UFO、ゴロー、田中などと対戦している。1982年4月には、スタンピードレスリングとの提携ルートで、新日本プロレスに初来日。当時は、無名の存在だったため、ほとんど注目されることはなかったが、1983年1月の再来日時には、外国人エース格のブラック・ジャック・マリガンや、マスクド・スーパースターのパートナーとなって、時折、メインイベントにも出場した。1983年下期からはアメリカ南部にも進出。ルイジアナのムズウィでミスターレスリング2号やテッド・デビアス、テネシーのクアでジェリー・ローラーやオースチン・アイドルらと対戦してネームバリューを高める。ムズウィでは1983年10月12日、ブッチ・リードと組んでジム・ドゥガン&マグナム TA を破り、ミッドサウスタッグ王座を獲得。NWA 圏のフロリダ地区では1984年8月12日にアンジェロ・モースカから南部ヘビー級王座を奪取し、10月3日にはクラッシャー、クルスチェフと組んで US タッグ王座を獲得した。1985年、スタンピードレスリングがビンス・マクマホンに買収されたことに伴い WWF と契約。テネシー・クア時代の盟友ジミー・ハートをマネージャーに、同時期にWWF 入りした義弟のブレッド・ハートとのヒールユニットハートファウンデーションを結成。強力派のコア表ナイドハートと技巧派の2枚目、ブレッドというパートナー同士が互いの個性を追求した新しいタイプのタッグチームとして頭角を現す。1987年1月26日にはブリティッシュ・ブルドッグスから WWF 世界タッグ王座を奪取。同年10月27日にストライクフォースに敗れるまで9ヶ月間にわたり同王座を保持した。1988年4月、ヒールのバッドニュース・ブラウンとブレッドの対立アングルが組まれたことを機に揃ってベビーフェイスに転向。デモリッション、ブレーンバスターズ、リズム&ブルース、パワー&グローリーらと抗争を展開する。1990年8月27日のサマースラム1990では、リージョン・オブ・ドゥームのフォローでデモリッションに勝利、WWF タッグ王者チームに返り咲いた。しかし、翌1991年3月24日のレッスルマニア7で、ナスティボーイズに敗れ王座から陥落。その後チームを解散して、ブレッドはシングルプレイヤーに転向。ナイドハートは、ブレッドの実弟オーエン・ハートと新チームニューファウンデーションを結成するがブレイクには至らず、1992年に WCW へ転出する。WCW 在籍中の1992年8月には新日本プロレスに久々に来日、G1 クライマックスの NWA 世界ヘビー級王座決定トーナメントに出場した。同年10月の SG タッグリーグ戦にも、トム・ジンクと組んで参加している。1994年6月19日、キング・オブ・ザ・リング1994で行われた、ブレッド・ハート対ディーゼルの WWF 世界ヘビー級王座戦において、王者、ブレッドのセコンドとして WWF に復帰するが、試合に介入して、ヒールに転向。同年にヒールターンしていたオーエンと結託し、ブレッドとの骨肉の争いを開始した。1996年に和風なる覆面レスラーに変身したが、一時 WWF を離脱してインディー団体を転戦。その後1997年、ブレットのヒール転向により再編された、ハートファウンデーションのメンバーとして復帰する。しかし、同年11月9日のモントリオール事件を最後に、ブレットやデイビー・ボーイ・スミスと共に WCW へ移籍することになった。WCW では、マンデーナイトロにて、クリス・ジェリコが保持していた世界 TV 王座にも挑戦したが、ミッドカードのポジションから脱することはできず、1998年に解雇されている。その後はセミリタイア状態となり、インディー団体に単発的に出場。2000年代に入り、WWE の下部団体オベで若手選手のコーチを務めていたこともあった。2007年12月10日には RAW15 周年記念大会のオールドタイマーによるバトルロイヤルに出場している。2009年11月12日、ティネのインパクトに登場、Jリーサルから勝利を収めた。2010年4月26日には、オンタリオ州の木にて、WWF 時代の名優ブルータスビーフケーキと木ヘビー級王座を争った。2018年8月13日、63歳で死去。死因は、長年患っていたアルツハイマー病の発作による転倒だった。2019年4月6日、ブレット・ハートとのオリジナルハートファウンデーションとして、WWE 殿堂に迎えられた。ニューヨーク州ブルックリンのバークレーズセンターで開催された殿堂入り式典では、娘のナタリアがインダクターを務めた。ジム・ジアンビル・ナイド・ハート。ありがとうございます。